はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、プロフェッショナル2やっていきたいと思います。電車で GO ですね。で、鶴見線ですね。湘南新宿ラインのさ、251系やろうと思ったら運休になっちゃって。平日だもん。あれ、運休中、平日じゃない、休日ダイヤだよ。休日の日に、運転しないと遊べないんだよ。それもきついよね。で、各駅停車ですね。何系だろう。車番って言うんですかね。車両番号がちょっとわかんないけど。相当古い電車ですよね。国鉄時代ですね。戦前に製造されて、ね。でも1996年までは走ってたってことか。95年も走ってたってことだよね。はい。制限号15。何キロぐらいで走ればいいかなんだよね。ご注意ください。ああ、30キロで走っていいみたい。長いね。夕方の6時にしては、なんか、暗いね。なんか夕方って感じはしないね。もう夜っていう、まあ、そんな、ちょうどいい暗さじゃん。暗さか。30キロ。またスピードメーターがね、独特な、あれですね。見やすいんだか見づらいんだかわかんないけど。まあ、鶴見線もね、基本混んでる車両ですからね。やっぱね、仕事とか学校行くときはね、スカスカの電車に乗りたいよね。スカスカの電車だったら、まあ、一両編成か。スカスカの電車だったらね、本も読めるしね。冬と夏どっちが好きって言ったら僕夏の方がいいんですよね。あのバス乗ろうとしてね、バスの待ち時間バス停で、冬だと全然寒くてね、ずっとポケットに手突っ込んだまま待ってんだけど、夏だったらね、別に手も寒くないしね。まあ別に本読めるから、別に本読むのには不自由しないんで、やっぱ夏の方がいいのかなって感じはするんですよね。僕は夏の方が好きなんですよね。3、2、国道、あ、4秒遅れてる。4秒延着。まあ20秒台だからいいでしょ。 OK。鶴見炎。地面へ出発進行、国道発車。あなたが落としたのはこの金の斧ですか、銀の斧ですか、鶴見斧ですかなんて言われたらね、参りますね。鶴見斧。鶴見線の小野駅だと分かりづらいから、鶴見斧にしたのかね。第一計測進行。京急の神奈川駅もね、昔は神奈川駅だったのに京急神奈川っていう駅になりましたね。まあ、京急ってつけると分かりやすいからね。鶴見斧の停車停止位置共通。20秒、鶴見尾の。確か京急、神奈川駅から京急神奈川になりましたからね。去年なんか京急の駅結構変わったの。
中木戸がかも、中木戸もなんか京急東、あれなんだっけ、忘れちゃったな。鶴見尾の停車定着。新津市っていうのが葉山になりましたね。もう新津市駅じゃないんだよね。津市葉山駅だったかな、なんかそんな。はじめ進行鶴見尾の3駅ぐらいね変わったんだよね。今花月園前っていう駅もないしね、京急はなんていう名前になったんだっけ、 な総本寺じゃないけど、なんとか寺なんとかになったような気がする。次は弁天橋、弁天橋ですね。弁天小僧、こち亀の映画にありましたけど。気持ちだよ、気持ちだよ、僕の気持ちだよって、吉田拓郎さんの、ね、気持ちだよっていう曲があるんですけど、こち亀の主題歌だね。オープニングの誰か、中川に浮かぶ夕日をめがけてかな、そのオープニングは知ってるね。あと、あそこは亀有、あーきっと亀有っていう曲もありますね。弁天橋、あと10秒。そんなゆっくり走っても平気っていうのもすごいな。432、全然ボーナスもらってないけど。弁天橋、初めて3秒もらえた。こち亀のオープニングはもうね、2つぐらいしかわかんないんだよな。出発進行、弁天橋発車。エンディングはね、恋のできない女だなんて噂されるけどっていう曲もあるし、あとなんだ、いつでもスマイルしようねとか、そんな曲もありまして、まああれカバー曲だもんね。なんでだろう、なんでだろう、もそうでしょう。場内進行、朝の停車停止に通知。やべ、時間ね。したな。朝の停車3秒延着。9センチかマイナス9センチ。小林和夫だったっけな。あ、憧れの東京、東京。夢に見た東京だったな。朝の発車。ただそんな曲だってな。夢にまで見たハッセルランデブーなのに、君は人の妻とか、そんな曲だよな。憧れの東京、東京ハッセル男とか、そういう曲だったような気がするんだよな。
毎日がノープロブレムっていうやつがな、それエンディングだったんだよな。安全停車計30秒。差し白石。出発進行、安全発射。発射。あれ。差し白石、安全。ここ。差し白石。出せばいいのか分かんないけど、10キロぐらい。武蔵白石停車、停止位置共通。はい、共通。なんかスピードの手がいいんだか、よく悪いんだか分かんないんだよ。カン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 なってるけど、あと20秒、制限50。こち亀か。サザエさんのエンディングオープニングってね、全然変わんないもんね。お魚くわえたドラ猫だもん、ね、オープニングはそれだもん。武蔵白石停車2秒返着。で、あとエンディングはサザエさん、サザエさんだもんね。で、次大川。はい、出発進行。武蔵白石発車。何キロぐらい出せばいいんですかね。制限は特になさそうだね。入ったな、ここで止まんだ。で、折り返し運転。進行。はい、出発進行、制限25。なんか時間は結構ありそうだけど、制限25。ちびまる子のオープニングは結構ね、エンディングとかありますよね。制限25。オープニングがいつも見ていた夢がっていう。第3ゲート。何やったかな。あと、うん、踊るポンポコリンでしょ。ピーヒャラピーヒャラでしょ。あと何があったかな。ちびまる子は。あと、キンキのやる気満々ダーシュとか、そんな曲あったな。やる気満々ダーシュ、肉まんなんだ、なんちゃらとか、そういう曲はなんか知ってるな。あと、何だったかな。西城秀樹さんのやつもあったね、エンディング。どんな曲だっけな、忘れちゃった。あ、制限15。で、まあ15キロまで落とすと信号が見えない。リンリンランランソーセージとか、そんな曲やなかった。西城秀樹さんのやつ。
確かなんかそんな曲だったような気がする。傾向部位なし、制限20。よし、ずっと制限15か、厳しいね。あと爆笑問題のやつあったね、ちびまる子のエンディングで、なんていうやつだっけ、なんていうエンディングの曲だったか忘れやったっけど、もうあと2分近くあったっけ、参ったね。お日様きっとララ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 ラ、あどこかでなんかつまずいたり立ち直れなかったりとか、そんな曲だったかな。それがそれなりの呪文さ、カタブラツルリンコとか、そんな曲だった気がするんだよね。うわーやばいなこれ、お客さん待ってるしね。ダメか、ちょっと止まろうか。なんで止まってんの？時間調整です。ちびまる子のね曲がね、うん、爆笑問題のあったね、あと桑田佳祐さんの歌もあったよ、桑田佳祐さんが歌ってるやつなんだっけな、でも踊るポンポコリイーガールズさんとかね、ゴールデンボンバーさんが歌ってますからね、カバーしてた時期がありましたけど、これであと5秒。長かったな。はい、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
電車でゴー！プロフェッショナル2。